初代ウスター公爵ヘンリー・サマセットは、新京都革命期のイングランドの貴族。第四代ウスター伯爵エドワード・サマセットとエリザベス、夫妻の次男で、内戦では、王党派の一員として、息子のエドワード・サマセットと共に、国王チャールズ一世を支援した。1628年、父の死で、第五代ウスター伯となる。イングランド西部のモンマッシャーを地盤とした裕福な貴族で、 カトリック教徒でもあり、長男のエドワードもモンマスシャーのラグラン城で、カトリック教徒に育て上げた。1642年から始まった第一次、イングランド内戦では、チャールズ一世に忠誠を誓い10万ポンドを教室、以後も、たびたび財政援助を行い、合計30万ポンドに達したという。見返りに、公爵へ少女され初代ウスター公となり、エドワードも、 チャールズ一世の長身として取り立てられた。しかしエドワードが勝手に金を使い込み、激しい抗論になったこともある。1645年7月、ネイズビーの戦いに敗れたチャールズ一世を巨城のラグラン城へ迎え入れたが、9月にチャールズ一世がスコットランドからモントローズ公爵、ジェームズ・グラハムが援軍を率いてくるとの噂を信じて、ラグラン城から去り、 残された、ウスター公は、ラグラン城を、議会派のトマス・モーガンに包囲され、1646年に降伏した。そして連行、投獄され、12月18日に、ロンドンのコベントガーデンで死亡した。ジョン・ラッセルの娘アンと、結婚、旧男4条を設けた。長男エドワードは、爵位を継承して、第2代ウスター公となり、娘エリザベスは、モンタギュー フランシス・ブラウンと結婚した。AB ・ランディ2011、P246524647 サイツ・コカイン2000、P857 ウェッジウッド、P73、ガーディナー、P314。ウェッジウッド、P73 p、P95、P121、ガーディナー、P314、p 百十五ウェッジウッド、 P－ 四百八十、p－ 四百八十一、p－ 五百十二、p－ 五百十三、p－ 五百二十五、p－ 五百八十八。ダグラン・キャッスル＆ザ・シビルオ・オ castlewales。com。二千十三年十月閲覧。ありがとうございます。